いつもありがとうございます。自作の動画の時間がやってまいりました。どうもありがとうございます。はい、今回マキタさんの商品なんですが、ちょっと出だし、毛色変えさせていただきます。皆さん 40V マックスのバッテリー、40V 使ってる方もいらっしゃると思うんですが、 F のつく高出力バッテリーってご存知ですか？まあ、40V マックスのユーザー様はですね、この 40V の 2.5A のバッテリー、これが一応基本になるので、これは皆さんお持ちだと思います。ただこれ裏を見てもらうと、型番がBL4025 と書いてます。で、後ろ何もないですよ。4025と書いてます。はい、なんですが、実は別のバッテリー、まあ、5アンペアと8アンペアとあるんですけども、大出力容量のバッテリーなんですが、このバッテリーはケツにですね 4050F とつきます。 F なんだ謎の F のワード。そしてこの8アンペアの方、これでかいですね、これも4080F とつきます。はい、でさらにさらに今回新しく出ましたこの4アンペアバッテリー、これ両方とも4アンペアなんですけど、従来の4アンペアと高出力対応のバッテリー4アンペア、これも、はい失礼します、こちらの普通のやつですね。4040と書いてます。でこちらが高出力の方なんですけども、 4040F ということで、謎のワード F がつくバッテリーというんですが、まあ、くくりというとこのくくりですね。はい、こちらが通常、そしてこちらが高出力のバッテリーということで、型番のケツに F がつくスペシャルなバッテリーということで、このバッテリーはですね、実は最大最強のパワーが出せる、真のパワーが引き出せるという、まあ、リミッター解除と言っていいのかどうかなんですが、限界までその製品の、パワーを引き出せる特別なバッテリーになります。今従来出てるのは、一部の草刈り機と、あとパワーカッターですね、コンクリート切るようなもので、マキタさんの方で出てるんですけども、その機種はこの F 型バッテリーがつく、このバッテリーを使うことで本当の真のパワーが発揮できるというようなことになります。はい、すいません長々と。そして絡めまして、今回マキタさんで実は今までも出ております 40V の充電のディスクグラインダーですね、これも何機種か出てます。はい、このディスクグラインダーの本当にヤバいパワーが出せるという噂の新型の 40V のディスクグラインダー、一応世界最速ということで歌っております。今回これが出ましたので、皆様にこちらご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたしまーす。はい、ということで、40V MAX の新しい新型のディスクグラインダー、登場ということで、まずは型番こちらですね、GA052G ですね、これが刃の大きさが100になります。で同時発売で3機種052と053、そして054ということで3機種出るんですが、いずれも052が100、053が125、そして054が150ということで、刃の径が大きくなります。なので切り込みの深さをより深く切りたい場合は大きいやつをと、で、小回り効かせたい場合はこの052100の方をお使いいただければなおよしグッドということで、3機種同時発売なんですが、はい、冒頭でも何度もご紹介しました、この新型は、はい、型番の後ろに F がつく高出力のバッテリー対応ということで、このバッテリーを使った時にやばいパワーが出るということになります。で、そのパワーもですね、相当やばい。まあ、まずこちら、世界最速の切断、能力ということで、素晴らしいパワーなんですけども、これを可能にしたのが、この、これ、新型です。F がつくバッテリー。これを使うことによってですね、やばいです。このパワーが約2100ワット。ということで、これどういうふうに言っていいか、普通常の 100V の、 あの有線のディスクグラインダーはだいたい900何ワット、ちょっと強いやつだと、1000ワットぐらい、まあ普通のやつだとやっぱ880とか900何本ぐらいのパワーなので、通常の約まあ2倍近いパワーが出ますよということになります。そのパワーがこれで、2100
ワットということで相当やばいです。ただこれだけじゃないんですよ。はい、実はこの山ほどでかいこの8アンペアバッテリー、これでかいです。これを使うとダダダダーン、はい、最大で2800ワットのパワーで切断できるということで、2800ってなんだそれと、100V の3倍から4倍近いパワーが出るという、素晴らしい粘りのパワーでございます。やばい。ただ重くなりますけど、力は本当にやばいよということで、段違いのパワーが出せますということで、一応世界最速と謳われてます。ただ、ご心配なく、皆様、はい、40V MAX のユーザー様、2.5 アンペアのバッテリーお持ちの方、たくさんいらっしゃると思います。もちろん、このままお使いいただけます。はい、高出力バッテリーじゃなくても、通常のバッテリーでもお使いいただけます。その際は、最大のパワーまで発揮できないんですが、それでも、回転数、これでもう1万1000回転ということなので、今までの、従来出てました、マキタさんの 40V のディスクグラインダーが8500回転、新型が1万1000回転ということで、切断能力スピードがアップしておりますので、そこはご安心ください。はい、ということでパワーがアップ、切断能力がアップ、スピードがアップということでございます。で、1万1000回転だと大体金属と切るときでも多分一番バッチリなのかなということなんですけど、もちろんコンクリートやいろんなものをお切りいただくことができます。はい、で、1万1000回転ということで、あと重さがですね、これはスペック上この4アンペア使った時かな、これで 2.9 キロということで、重さが 2.9 キロでございます。はい、で一応まあちょっと繰り返すようですけれども、世界最速ということで、この4アンペア使った時に、今までのこちらのモデルですね、今までのモデルに比べて約 30% 切断能力がアップということなので、かなり、切る能力はアップしたのかなということでございます。はい、ただ、このバッテリーを使うとさらなる高みに、8アンペア使うとさらなる高みに行くこともできますということで、恐ろしい末、恐ろしい素晴らしいパワーが発揮できるということでございます。はい、あとはそうですね、細かいところからご説明させていただくと、これ実は防止、まあ、AFT ということで振られると止まる、これはもちろんおなじみのシステムなんですけども、安全第一というシステムなんですけども、ここのですね、モーターのハウジング変わりました。はい、これが今までのやつなんですけど、まあ、見てもパッと分かんないと思うんですけども、こちらはハウジング両側からこうパカッと収めて、こっちとこっちで収めて、はめ込んでるタイプなんですけども、これ実は廃校機さんも同じような、やり方してるんですけども、筒型のですね、モーターハウジングということで、光合成、まあ、耐久性がアップということと、あと防振ゴムが入ってまして、高回転時に振動を抑えてくれるということで、まあ、使いやすさ、振動防振ゴムと耐久性アップということで、この筒型のですね、もう全部覆っちゃうようなですね、モーターハウジング、こちらの方を採用ということで、これでまあパワーを発揮しながら振動も少なく使いやすくということでございます。はい、でこちらはよいしょ、一応ブレーキ付きになります。はい、ブレーキなので回してもらって、止めるとすぐ止まるようになってます。はい、でブレーキ付きで安心ですよということなんですが、この機種は3機種ともですね、まあ、100、125、150ともに全て、パドルスイッチ対応になってます。こちら。カチカチカチできるスライドスイッチは、今回、発売にはなりませんでした。で、今後発売する可能性もあるんですが、今、マキタさん、Xlock の方も投入してるんですけれども、そちらも、刃の取り替えがワンタッチの Xlock なんですが、この、パドルスイッチ、のみということで、まあ、安全第一、安全基準ということで、今後、まあ、これが主流になるということで、パドルスイッチのみの発売ということで、まあ、もし、何かのお声があったときに、このスライドスイッチ、カチカチカチ、まあ、の方も、こういう方ですね、発売する可能性もございます。これがスライドスイッチになります。はい。これだと、まあ、使いやすいんですけども、落下時とか、どうしてもやっぱ危ないということで、まあ、パドル型が出たということでございます。はい。で、この、ごめんなさい。ちょっと振り返るので大変申し訳ないんですが、はい、この3つ。おすすめしたいのは今回ですね、今までのディスクグラインダー使うときにやっぱ重さも気になる方いますよね。で、この、高出力のパワーが引き出せるこのディスクグラインダーなんですけども、お持ちの方がまあ5アンペアとお持ちであればそのままお使いいただいて、
2000最大でよいしょ2100ワットのパワーでギャーと出せるんですけども、どうしてもやっぱり、作業してると重くなるので、今回やっぱり牧田さんが新型で出したこの4アンペアのバッテリー、これ結構おすすめかなと思います。はい、この4アンペアの、はい、違いはラベルの色ですね。違うんですけども、この黒っぽいラベル、大体皆さん通常はこの青っぽいラベルなんですけども、はい、この4アンペアのみですね、ラベル分かりやすく、これ両方とも4アンペアあるんで高出力対応になってます。これだとそこまで重くならず、容量もそこそこありまして、パワーもこれで2100ワットのやばいパワーが出せるので、こういう大きいバッテリー使わなくてもある程度手軽にお使いいただけるのかなということで、これと一緒に使うとより効果的なのかなということです。もちろん8アンペア5アンペアでも大丈夫なんですけれども、重さ軽さを考えるとこの新型の 4.4 の高出力バッテリーが一番おすすめなんじゃないかなと思います。はい、ただ作業の長い方はこういった8アンペアと一緒に使ってもらってもよろしいかなと。ただ大きさはやっぱこうなるので、通常の 2.5 アンペアと比べると重さも上がります。ただパワーはやばいです。この状態だと2800、うわー、他の追随を一切許しません。2800って一体どんだけのパワーかということなんですけれども、これで切れないようなものはもう切れません、ダメだと諦めがつくぐらいのパワーだと思いますが、はい、こちらの方新、F 型のつくバッテリー等をご利用していただけると最高かと思います。で、注意点が一つございます。すいません。この新機種は、実はセット品ございません。はい。セット品がないんです。本体のみだけの発売になります。なので、牧田さんの方で、パワーソースキット、ということで、まあ、画像で言うとこんな感じなんですけども、充電器とケースとバッテリーが2つ付いている、こういったセットがございますので、これと絡めて買ってもらえると、素晴らしい、もう最高の、最大のパワーが発揮できるようになるのかなと思います。その際は、この、4.4 アンペアの新型高出力バッテリーのパワーソースも登場してますので、こちらと絡めていただけると最高かなと思います。もちろんバラでも発売して販売してますので、それと、まあ、この際にバッテリー新型と本体を買うというのもありなのかなと思います。もちろん5アンペア8アンペアもありますので、これらと絡めることで真のパワー、本当にパワーに粘りが生まれますので、これで使っていただければバッチリかと思います。で、最後に補足になります、すいません。じゃあこの F バッテリー、 F がつくバッテリーは、まあ新型のそのこのディスクグラインダーとパワーカッターと、あと一部の草刈り機、あとそうですね、あのチェーンソーもこの F 型バッテリー対応モデルが出てるんですけども、それ以外のモデルですよね、インパクトとか丸のとことか、高出力バッテリー対応してないのに、じゃあこのバッテリー使っても意味ないよねと、単純に容量がいっぱい増えるだけだよねということかと思われるんですが、実はそうではなくて、この F 型の F のつくバッテリーを使っていただくと、どの機械でも粘りが生まれるようになります。というのは、どうしても 40V MAX っていう、まあこういう、バッテリーなんですけれども、これは、低電圧制御ということで 18V、14.4V と違いまして、パワー、バッテリーの残量にあまり影響されずにパワーのダウンが少ない。 18V とかだとどうしてもバッテリーが半分ぐらいになってしまうとパワーがガクッと落ちてしまうんですけれども、 40V はなかなかパワーがあまり落ちないんですが、はい、 F がつくバッテリーを使っていただくと、切った時、作業際力を超えた際に粘りが生まれるので、常にまあ分かりやすく言うと電池が満タンに近い状態をキープしてくれるようなイメージを持ってもらえるという嬉しいんですけれども、パワーに粘りが生まれるので、切断した際にでも、ストレスなくそのままガツッと切れることができます。ただ少しマイナスがあるとすると、高出力の分パワーにダウンが、パワーダウンが非常に起きにくいので、電池の消耗は若干早くなるのかなという懸念はあるんですが、どうしてもなかなか手ごわい金属だったり、ブロックだったりコンクリートを切る際にこの高出力バッテリーを使っていただけると、やばいよ、最大のパワーでもうがっちり切れますよということで、硬いのクリノに、まあ、お困りの際はぜひこの新型とこの高出力バッテリーを使っていただければバッチリですと
ということでございますので、ぜひ気になる方はリサクワークス要チェックで3機種とも置かせていただいてますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いいたします。リサクワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。